桜、桜、桜は、かつての鉄道省、日本国有鉄道、国鉄及び、それを引き継いだ、JR 各社で運行されていた、運行されている特別急行列車である。この列車愛称は、歴史上、次の4列車で使用されている。本校では、上記のうち1から3について解説するものとする。桜、桜の列車愛称は、鉄道省。 国鉄 JR の歴史上においては、第二次世界大戦前の1923年7月に、鉄道省が東京駅下関駅間で運行開始した第3、第4特別急行列車に対し、1929年9月に公募により、桜、桜と命名したのが起源である。これは不景気により、利用客が減少していた鉄道に活況をもたらそうと、 鉄道省は当時欧米で広まっていた列車愛称を日本の車にもつけて親しみを持ってもらおうと工房を行った。桜が日本の事実上の国家であり、人々に好まれる花であることから、鉄道省が最初の列車愛称として取り入れたものだった。桜の愛称は終戦を挟んで1951年より1958年まで、 国鉄が東京駅大阪駅間で運行していた臨時不定期特別急行列車の愛称として再登場する同列車については東海道本線優等列車遠隔も算されたい。この時は漢字ではなくひらがなの桜とされた。桜の愛称は1959年に国鉄及び JR が東京駅長崎駅間を結ぶ夜行列車。 新大特別急行列車の愛称として用いることになり、以後2005年までこの愛称が用いられることとなった。この間、1965年から1999年は、佐世保駅発着の編成を平結していた。同列車廃止後、桜の愛称は一旦途絶えたが、2011年3月に、九州新幹線が全線開業することを機に、 九州旅客鉄道 JR 九州と西日本旅客鉄道 JR 西日本は九州新幹線と山陽新幹線を直通転する列車名の公募を行い公募の結果に基づき桜の愛称を復活させることが2009年2月26日に発表された桜の名称は応募総数168,951通の うち最多となる七千九百二十七通を獲得し、直通運転用に開発された新車両 n 七百0 k 7 0番台、八千番台のコンセプトである日本の美しさに合致することからも選ばれた。九百二十九年九月に鉄道省が当時東京駅下関駅間で運行していた特別急行列車に列車愛称を与えたが、そのうち三点四列車に桜、 桜の愛称を与えた。この3.4列車は1923年7月から運行を開始したが、この列車は1912年6月から運転を開始していた日本初の特別急行一1.2列車に次ぐものであった。しかし、編成は1.2列車外等2等車のみで編成され、食堂車も洋食堂車を連結していたのに対し、 列車は三等車を中心に連結し、食堂車は和食堂車だった。どちらかといえば大衆向けの列車であったようである。1.2列車と続行するダイヤで運転されていた。1925年5月より3.4列車に、充当される三等車に専用客車として2列1、方向固定座席を備えるスハ29,300系、スハ28,400系。 スハフ29,500系、スハフ28,800系に置き換えた。桜の愛称が与えられた後1930年には、編成をスハ33,900系、スハフ35,250型といった、構成客車へ置き換えられ、1931年6月からは、京都駅下関駅間で三等寝台車者を連結、1934年3月より、 全区完結、1934年12月の丹那トンネル開通に伴うダイヤ改正では2等信頼、座席車が連結されるようになった。この時、1.2列車、富士との続行運転も取りやめられ、1時間半の間隔を置いて運転するようになった。1937年には、輸送量増強のため3等座席車をスハ32,800型に置き換えられ、 1941年7月には戦時体制の強化により三等信頼者の連結が中止された。1942年11月の関門トンネル開通によるダイヤ改正で桜は鹿児島駅まで延長されるが同時に列車番号をそれまでの東京駅下関駅間格闘急行7.8列車改正後は 東京駅鹿児島駅間格闘急行3.4列車と番号を入れ替える形で2.3等急行7.8列車に格下げとなり愛称も消滅した。しかし東京駅下関駅間の台や編成については特急、桜と同じである。1943年7月にそれまでの特急列車を第一種急行、急行列車を第二種急行とする。 制度変更が実施されたが、この変更で旧、桜である、東京駅鹿児島駅間2.3等急行7.8列車は、第一種給料金が適用され、列車番号も3.4列車に戻された。同年10月に、決戦ダイヤと称する、旅客列車を削減、速度低下させるダイヤ改正が行われた際も、東京駅鹿児島駅間2.3等急行3.4列車、桜は残されたが、 1942年11月から1943年6月まで3.4列車を名乗っていた。格闘急行7.8列車は展望車、一等、寝台車連結を中止、下関駅で打ち切りとなった。なお、この急行7.8列車のダイヤは、戦後、霧島の元となる、東京駅鹿児島駅間直通急行列車の元ともなっている。 1944年4月には、決戦非常措置要項に基づいて、富士を廃止、一般の営業列車から展望車、一等車、寝台車、食堂車の連結が中止された後も、急行3.4列車は、存続列車の統廃合を経て1945年3月の時点で残存した唯一の東京駅下関駅間、急行1.2列車は3。 列車のダイヤを引き継いだものであった。第二次世界大戦後、桜の愛称が復活したのは、1951年4月から5月に、東京駅大阪駅間を運行した、特急、つばめ、鳩の救済臨時列車として、東京駅大阪駅間に設定された臨時特急列車に桜の名称を与えたものである。 この時こそ三等車と食堂車のみの編成蘇生となったが、この列車はこの後も設定され、二等車の設定もなされた。1957年10月のダイヤ改正には不定期列車に昇格。東海道本線に電車特急が登場する1958年10月のダイヤ改正まで多客時の増発臨時列車として運転された。また、 ビジネス特急の歌唱を持っていた二重軽電車、小玉号の登場に際して列車愛称を一般から公募した時の歌唱として一部部内で用いたともされる。高度経済成長時代に入ると東京と九州を結ぶ長距離寝台特急列車として糸口となる朝風に続く形で長崎本線系統の特急列車として運行を開始した列車に 桜の名が与えられた。1965年からは一部の編成が佐世保線佐世保駅まで乗り入れるようになった。なお、東京から長崎本線を経由する京都長距離寝台特急列車には当初、朝風に続く風に関する愛称として、幸風が与えたが、朝風と紛らわしいため、東京大阪駅間ビジネス特急の加速であった平和に改められた。しかし、 平和の誇調の硬さからか二重計客車導入に際し、再び改められ、桜となった。なお、この桜も東京駅大阪駅間、ビジネス特急列車愛称の加作として、なお連ねていた。あとに運行を開始する鹿児島本線系統の、早草、日豊本線系統の、富士と共に、いわゆる九州ブルートレインの一角として、国鉄並びに、 JR の花形列車となったが、同じ国鉄、JR の新幹線、東海道、山陽新幹線や、完全な競合である、航空機などの競合交通手段に対する時間的な不利や、1970年代から続いた、相次ぐ、運賃、料金の値上げ、1990年代以降の、航空運賃の多様化による、実質的な値下げや格安、ビジネスホテルの台頭、 車両の老朽化などによって乗客は減少の一途をたどり、1999年に佐世保駅発着列車が廃止され、早草との並結運転で残っていた長崎駅発着列車も2005年3月に廃止となった。1997年より、この列車の運行区間であった東京駅、長崎駅間の運行営業キロ 1350.5km は、 定期の寝台特急列車の中では、第1位の運行距離であった。なお、臨時列車も含めると廃止後も1位は、トワイライトエクスプレスである。2000年3月11日のダイヤ改正以降は、下り列車が、博多駅長崎駅間で後続の特急、かもめに、鳥栖駅、非前山口駅、湯江駅で追い抜かれた。中高特急の運行を優先されることの多い。 九州ブルトレの中でもとりわけ不遇な存在だったと言える。なお、大幅な遅延が生じた場合は、品川駅で運転を打ち切ることがあり、この場合は、小田原駅品川駅間は、東海道貨物線経由で運転して、横浜駅を経由しないため、小田原駅に臨時停車していた。客車は14系客車を使用し、一人を個室、B 寝台車。 ソロ1両と開放式 B 新台車4両の5両で蘇生していた。機関車は東京駅下関駅間を e f 6 6系、下関駅文字駅間を EF81 系、文字駅長崎駅間を ED76 型が牽引していた。なお、2005年3月1日のダイヤ改正への移行に伴う準備の関係で、 下りは2月25日発、上りは2月22日発から、列車廃止まで一人を衛身大個室、シングルデラックスオロネ15系3000番台を連結してた。この車両は24系客車からの改造車であった。車掌は全区間、九州旅客鉄道、JR 九州博多車掌区が担当した。運転士は、各旅客会社が自社管を担当したが、 下野関駅文字駅間は、日本貨物鉄道 JR 貨物文字機関区が担当した。前述したように、1961年12月29日に発生した事故により、桜用20計客車編成のうち14両中12両が破損し、基本編成8両は台車を確保したものの、付属編成6両が不足する事態となった。当時最新の20景客車は、 他の寝台特急列車の運用も合わせて、ギリギリの両数がフル稼働している状況であり、しかも年末年始の多客機ゆえに予備車まで騒動しており、直ちにこれらの代替車を年出することは不可能であった。そのため、事故車の復旧が完了するまでの暫定処置として、重軽客車やそれ以前に製造された旧軽客車、スハネ30型など、 お族編成の代替として20系編成に並結し、桜の運行に充てることとした。二等信頼、現在の B 寝台の基本設備に限れば、10系寝台車の設備は20系客車に比して、大きく劣るものではなかった。しかし、20系客車と休系客車とは、以下の点で異なっていた。このため上り、下りとも基本編成と付属編成との間の、 通り抜けができず、付属編成の乗客は、食堂車が利用できないなど、サービス面で問題となった。このため国鉄は、休憩客車部分を利用した乗客の特急料金を100円、払い戻す措置を行った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。